装置。はい、金曜日ということでね、毎週2回のプロ野球サンカード装置ということでね、緊急事態宣言が発令されましてですね、京セラ甲子園、そして神宮東京ドームか、試合がね、延期になった、ところもありますけども、その中でこの火水木、3連戦もしくは2連戦のね総チェックやっていきたいと思います。今回じゃあパリーグからソフトバンク対日本ハム、4月27日7対2で日本ハム、28日、4対3日本ハム、そして29日2対1でソフトバンクということで、日本ハムの2勝1敗勝ち越しになりましたね。今回この全カードともにね、まあオリックス楽天は引き分けましたけども、 B クラスのチームはね勝ち越すっていうところで、首位と今最下位日本ハムが5ゲーム差、ひょっとしたらねこのゴールデンウィークで大きく大シャッフルが起こるんじゃないのかっていうようなねゲーム差になってるんで、まあここからどうなるのかっていう展開、非常にこのゴールデンウィークね面白いですね。皆さん球場行けないかもわかんないですけどね、行けない皆さんはテレビラジオ佐々木出演の解説でお楽しみください。さあということでね、このソフトバンク日本ハム戦2勝1敗で日本ハムの勝ち越しでしたけども、火曜日27日7対2で日本ハム、ソフトバンクね笠谷ね、体全体にねちょっと力感があって、体を振って腕振れないみたいなね、ちょっとあの全然ちょっと腕が振れきれず、体だけ振って一生懸命投げてるのはわかるんだけども、ちょっとね力が入りすぎかなと、逆にそれによってね、手が振れないっていうねところになって、まあストライクボールねはっきりして制球定まらない中、まあ腕の振りがね緩む、そしてね切れないで、ねストライク取りに行くっていうね悪循環でボールになっちゃうっていうね、まあそこをね見事に打ち込まれたかなと。で日本はね加藤、逆にね加藤は、体全体に力感なく、リラックスしてバランスよくで腕がしっかり振れるっていうところでね、ストレート変化球見極めづらくね低め制球非常に良かったんじゃないかなと。加藤グワッツね、7回89球4安打4三振1四球2失点、もう7回89球ということでね、球数もしっかり少なく投げれてる、ストライク先行で投げ切れてる証拠だしね、力感なく腕が振れてるっていうことはバッターがね、球速以上に速さを感じるっていうところでね、非常にいいピッチングができたんじゃないのかなと。試合初のね2番中田3打数1安打3四球、まああの出塁もね、非常にしていい形になったのかなと。まあ基本的にね、あのまあ佐々木が考える打順っていうのはですね、誰が何番打とうが関係ないと。一番いい打順は点が入る打順ね、セリーグだとピッチャーが1番に入ろうがね、中田が1番だろうが9番だろうが、一番いいのは誰が何番打つことよりも、誰が前誰が後、どういう打線の線でつながってるか、得点が入るかどうかっていうところが、一番ねいい打順なんで、点も入らないのに同じ打順永遠固定して戦うのはバッとだと思うんですよね。だからそこをね臨機応変に、だからちょっと栗山監督もね若干ちょっとハムが調子悪いっていう中でね、いろんな打順をいじりながら変化してるっていうところは非常にグッドポイントだったんじゃないでしょうかね。でソフトバンクね10個のフォアボールで1個デッドボールね、打ち取ることよりもまずストライクを取ることになってるピッチングに見えました。さすがにそれじゃきつい、バッとね、あのもう打ち取ることよりもストライク取るのに四苦八苦して、じゃあそれはなかなか勝てだよね。そういったところはもうちょっとねしっかりしていかないと。まあソフトバンクが大体負けるときってピッチャーがフォアボール連発して負けるっていうねところがもうかなり目につくなっていう展開でしたね。まあその典型的な、試合だったかなと。そして28日、日本ハムが4対3ね勝ち越し、この日ね日本ハム伊藤6回102球、4安打3三振5四球無失点プロ8勝利おめでとうガーッ。まあ今までね、本当に勝てる試合でね、サヨナラホームラン打たりだとか、もう3勝ぐらいね、しててもおかしくないようなね、ピッチングになったですけども、まあやっとね、まあ、4月中に勝ててよかったですね。グッド！ナイスピッチング。しかし、出来は、まあ僕が個人的に見てる中で、一番悪かったんじゃないのかなと。ちょっと制球もね、苦しく甘い球多いっていうね。まあでも、ここぞのね、決め球は非常に良かったかなっていうところで、まあそこはグッドポイントでもあるんだけども、まあ全体的に甘い球も多かったし、制球苦しいんで、見てきた中では一番状態悪かったかなとか、まあ無失点だけども、これ5個のフォアボール。大体出しても2個ぐらいだったのに、まあ5個フォアボール出してるっていうところがね、まあそれを物語ってるんじゃないのかなと。まあでもね、その中でも無失点っていうところはね、非常に素晴らしいピッチングだったんじゃないのかなと。しかし、リリーフが不安定。玉井1失点、杉浦2ホームラン2失点。で、しかも杉浦がね、登録抜粧っていうね。いや、このやっぱり日本はね、このちょっと、ずっとこっから1年間、まだ始まったばっかりで戦っていく上で、この後ろが定まってなくて、ちょっと不安定なのは、勝ちきれない試合が増えてくるんで、どうなんだろうっていうね。この1ヶ月でしっかりそこを再整備しないと、なかなかね、その長期的っていう部分に関しては苦しい戦いが続くんじゃないのかなっていう感じがします。で、ソフトバンクはね、全イニング出塁。
ね。で、6回までそれで無得点。で、グラシアル、デストバイネがね、ノーヒットっていうのも正直痛かったかなと。で、ソフトバンクはね、今崎萌音でね、最後出してね、なんとかしても勝つんだっていうベンチのね、意図は見えてね、まあ良かった点もあるんですけども、まあなんて言ってもね、もうなかなかちょっとね、まあさすがにグラシアルが打てなかったら打線のつながりかけるかなっていうところでね、まあ4対3のね、まあ惜敗っていうところでしたかね。で、まあ今日の試合、4月25日2対1でね、ソフトバンクの勝ちっていうところですけども、ソフトバンク武田ね、グワーッツ、ゴッペッチン、ね。7回89球4安打7三振無四球無失点と。で、カーブの制球が非常によく大きかったですね。いつもなんか小さくドーンと落ちるんですけど、非常に大きくカーブの制球よく、ほぼね、2球でストライクを取ってたかなと。で、しかもストレートがね、低めの制球。甘めの球多かったですけども、それを強く低く投げてね、カーブで緩急するスライダー投げるっていうところで非常に良かったかなと。まあ甘めでもね、しっかり投げれば簡単には打たれないっていうところがね、このホークスのピッチャーはね、一番わからなきゃいけないのは、青い、だいたい強い球投げる選手多い。泉とかもそうだし、杉山とかもそうだし、武田もそうだけども、強い球投げる選手多いのに、四隅狙うんだよね。そんな、いい球投げたら、甘めに投げても簡単に打たれないのよ。で、そっからバケといったら落としたりすればいいのよ。もうちょっとそこら辺を、この楽な気持ちで、ホークスのピッチャーはもうちょっと考えた方がいいかなと。四隅狙ってキツキツで、みたいな。もうそんなタイプじゃないじゃんね、そもそもね。それで自分の首絞めるっていうところが多々あるんで、甘めに投げて低めに投げて負けときゃ、それはいいピッチングね、次第にしてくるのよ。そういったね、ちょっとここのね、使い方っていうのを変えていけば非常に良くなるね、素材はあるんじゃないのかなと。で、日本ハムもね、ちょっと一番痛かったのはね、3回表、先頭のね、ワンボールセンターツーベース。ちょっとマソがちょこちょこってやってね、三塁行ってね、アウト。まあ今宮中継ね、グワッツ。ね。でも楽勝でアウトじゃん。しかも3回、ノーアウト。ストップでしょ。確実に。あそこはね、俺は回るべきと、まあ、楽勝だったら分かるし、足の選手だったら分かるけども、あそこは回るべきじゃなかったと思うね。そのノーアウトっていうことを考えればね。まあ、ツーアウトとかだったらワンチャンチャレンジしてもいいかなと思いますけど、ノーアウトだからね、あそこはちょっと止まった方が良かったんじゃないかなと。で、まあね、ニパームのピッチャー、池田もね、7回5安打、1三振、1一つのホープ、2失点ね。その2失点も6回の中村ライトホームラン、で、まさこのね、ホームランと、この2点だけなんでね、池田も非常にグッピッチン、ね。これを続けていけばいいところ出るし、まあ全体的にちょっとホークスのね、打線がちょっと下火になってるっていうところがね、不安な要素あるかなっていうところで、まあ日本ハムはね、2勝1敗でね、勝ち越しっていう試合になりましたね。続いて、西武対ロッテ。27日3対1で西武。28日3対2で西武。そして29日2対5でロッテ。西武の2勝1敗で勝ち越しになりました。西武の先発ピッチャーね、上間。5回80球5安打3三振、無四球、1失点ね。ストライクカット、スライダー、で、シンカーと、粘り強くね、無四球、ガッツ。ね。甘い球もね、多かったんで、若干怖さはありましたけども、まあ、しっかりね、試合を作ったっていうところでは、非常に良かったんじゃないのかなと。まあ、初回ね、荻野、ディレードスチール、アウト、ガッツ。森もよく見てたね、片膝つきながらも、そっからのね、スローイング展開も早かったですし、なんと言っても、源田のね、入りながらのね、ちょっとショーパンになるところの、タッチ、非常に、源田もグー、非常に素晴らしかったかなと。あそこね、盗塁されたまだバタバタって言ってたところを、しっかり森もね、見てるっていうところと、源田のね、対応っていうところも、非常に良かったかなと。まあ、ここで一つ気になったのがね、荻野がね、帰ってるのにね、リクエスト。当人が帰ってるのにリクエストって、当人が帰ってるってことはもうアウトと思って帰ってるんだから、そこリクエスト行ったかなと、あれね、で、まあ、覆れなかったし、あの一回はね、ちょっとね、もったいなかったかなと。思います。ロッテね、4回裏、ノーアウト1塁ね、森の、レフトフライ、2塁ランナー、源田がね、タッチアップ、レフト角中3塁スロー。それを見てね、スパンジェンバーグ、ファーストからセカンドへ、スパンジェンバーグ、グーッ、角中、バーッと。一人で投げちゃダメだね、あそこは。しかも、源田でしょ。で、しかも、助走もなく、上から降ってくる球を、その、取ってからワンステップで投げたっていうところで、ちょっとね、判断ミスだね。投げたとしてもカットに投げてスパンジェンバーグをセカンドに行かないようにしなきゃいけないところを無理に一人投げて、しかも源田の足で考えたらそんなの絶対させないじゃん。で、しかも結果楽勝でアウトだったのにっていうね、あのプレーはちょっとね、バーッとでしたね。で、その後中村がね、レフト前2打点というところね、逆転。だからそこが行ったらもう1点でね、済んでたかもわからないのに、ここ無駄のね、追加点やってしまったなと。あとこの中でね、セカンドランナーのスパンジェンバーグね、三塁ベース間近まで来て、角中がフライで取るか取らないかを見るために止まったんだけど、あそこまで来てたら取っても帰れない。それだったらもう回った方がいい。あのね、打球判断はね、バーッと。
ね、結局回ってきたけども、あそこで見ても意味ないよ。3回表ね、1得点後、ワンアウト1、3塁でね、中村、ロッテね、1、6、3、ダブルプレーね。これ痛かったね。1点取った後に、この中村がここでもう1点取ってたら、試合展開ね、分からなかったところで、このね、中村翔吾のダブルプレーっていうのは、非常にロッテとしては痛かったかなと。で、西武のね、5回裏、ワンアウト1、3塁でね、1塁ランナー金子、バッターね、源田。これね、ランエンドヒットが決まったからこそ、ダブルプレーにならないで1得点できた。グッと。あれ多分金子走ってなかったら、多分ダブルプレーだったと思うの。位置的にはね。あのランエンドヒットが、まあ1点をね、もぎ取ったっていう、この5回裏のね、1点も非常に大きな展開だった。でしたね。まあ結果、3対1でね、西武の勝ちです。28日、3対2でね、西武の勝ちというところでね、西武、初回、今井ね、今日正直ね、いいのか悪いのか分かんなかったです。まあ2安打。ね、しか打たれてない。で、6個のフォアボールっていうね。でもちょっといいのか悪いのかよくわからなかったですけども、初回ね、荻野がフォアボール、マーティンサードゴロ、3、6、1のね、ダブルプレーだったところが、今井がね、補給ミスでセーフになって、で、しかもね、ここでスーパーバットポイントビッグバットビッグバットっていうね、ところです。ここはもうビッグバットです。映像確認するとですね、帽子を自分で取って、持って、取りに行って、揺れて、多分。で、顎に当たったんだよね。自分で取ってよ。仮に、もう、ここ、俺はね、正直髪型なんてどうでもいいと思ってる派。別にパーマかけようが、長髪だろうが、坊主だろうが、茶髪だろうが、緑だろうが、黒だろうが。髪型で野球するわけじゃないから、正直俺は髪型なんて何でもいいじゃん。自分がいいと思ってるものでいいじゃん。って思うけども、プレーに支障が出るんだったら、髪型はふさわしくない。もしくは、帽子のサイズを合わせる。もしくはもう紐つけろ、ここに。ね。その取れるとか見にくいっていうね。だからそのプレーに支障が出る髪型とか帽子のサイズとかっていうのは非常に問題あるプレーだなと。しかもそれね、ダブルプレーで、だったところね、ダブルプレー取れずっていうところでね、その後ね、ワンアウト一塁から中村にね、タイムリーツーベース打たれて1点取られてるわけよね。もう、まあ、くだらないね。そういうところはね。だからもったいないね。いい選手だだけにね。だからそういう髪型とかそういうので、この自分で帽子ね、動くとか、そういうのはね、正直ね、技術以前の問題だから、ちょっと見てて気持ちいいものじゃなかったなっていうようなプレーに見えました。あと2回裏ね、ワンアウト1塁。これね、高部、牽制、アウト。逆突かれて、バーッと。今井の牽制、グーッと。早かったね、ターンがね。で、ウーネンティンのね、ちょっと低めに来て、タッチもね、良かったね。ああいったところでね、非常にこう、まあ、フォアボールでね、結構ランナーも出しましたけど、そういったところをね、刈り取っていくっていうところではね、非常に牽制のアウトっていうのは良かったかなと思います。ロッテ小島ね、6回108球、7安打7三振、2四球2失点。コース低さね、しっかり投げれてて、まあ、負けだけどね、非常に俺はいいピッチングだったんじゃないのかなと思います。3回裏ね、源田、甘めね、見逃されずね、ワンボールから。ライト前ヒット。で、森にカットボールで、ね、ワンボールから。まあ、そこそこ外寄りだったけどね、引っ張り込まれてね、ヒット。で、ツーアウト一塁になって、スリーボールツーストライクからね、中村、これ見逃したらボールちゃうかっていうところをね、低めのストレートね、タイムリー。こう考えると、仕方ないね。まあ、強いて言ったら、源田とか森にボール先行したところをね、仕留められたっていうね、強いて言ったらね、でも正直俺はピッチング内容的には負けたけどもそんな悪くなかったな、悲観することなかったなと、次の登板期待できるんじゃないのかなっていうようなねピッチングに、見えました。そしてね6回裏アイドルねホームランチェンジアップワンボールからアイドルガーッと。でこれもね小島としてはねチェンジアップボールになってもう一回チェンジアップ投げてね、まあ、そこを打たれたっていうところですけども、まあこれも仕方ないね正直ね。まあ強いて言ったらボール先行したことかっていうところぐらいで、これもね打った相手がね素晴らしかったっていうところです。で西武はね栗山8回裏決勝打からがね変わって変わりっぱな初球ねカットボール、まあ見逃したらねボールかじゃないのかっていうね高めのカットボールでしたけど、思いっきり振り抜いてねホームラン。でヒーローインタビューでも言ってましたけどね、僕が来てから調子が良かったのに来てから負けてるんでっていうね、非常にわかります。途中から行く選手のねレギュラークラスっていうのは連勝中に行くとね不安ですね。そういったところでね、まあその一本でね勝ってっていうところでは非常に大きなホームランだったんじゃないのかなと。クリーマングワッとね。でロッテはね初回ワンアウト一塁でね角中の1-6-3ダブルプレー、8回表ね荻野ツーベース、マーティン進塁打打って中村三振、安田セカンドゴロとね、チャンスはあったけどもそこで一本出なかったっていうところでね、まあ1点差のね積み合いになったかなっていうところはありましたね。そして昨日4月29日ね2対5でロッテの勝ちというところでね、西武伊藤バーッと
初回ね、奥野がいきなりフォアボール。で、マーティンね、2エンド2からストレート逆球ね、甘めに入ってホームラン。で、中村ストレートのフォアボール。で、安田ライトフライ取って、角中ワイルドピッチでフォアボール出して中村のヒット。で、計3点。バーッと。で、交代。どうした？いきなりフォアボールはまずいよ。で、そういったところでね、4点取られて、その後ね、ピッチャー松本の勝った高部のタイムリーとかね、結果的に、初回ね、4点取られて。しかしね、その裏ね、2点取るっていうところがね、強いんだけども、ここで、藤岡、ゴーッ！この藤岡でね、今日の試合勝ったって言っても過言じゃないね。ワンアウト満塁ね、ウーネンティンの、ショートゴロ、ビッグプレイ飛びついてね、あれ抜けてたら、一気に同点ね、あり得たね。まあ、それをしっかり取ってね、まあ、その、ダブルプレイ崩れで1点は取られたけども、そこでアウトを取って、その後ね、後続を許さず、2失点止まり、ね、ロッテからするとね、あれ抜けてたら一気に行かれたっていうところを考えると、藤岡、グワッと、ナイスプレー、ね。しかも、岩下ね、ストレートも力あって、フォークボールいいところに決まってね、非常に、まあ、粘り強くね、最初どうなるかと思いましたけど、非常に粘り強く、いいピッチングできたんじゃないのかなと。ちょっとね、29日の試合、さらっとなっちゃいますけど、その理由はね、これです。見てください。このね、上から27、28、29って書いてるんですけど、上書きすぎて、29の試合、こんだけしかなくて、このね、さすだけど総チェックは、この1枚の用紙に書くっていうのを決めてるんですよ。これ、A4 だったかな？これ、それ以上書くと動画がね、90分ぐらいになっちゃいます。この一つの紙に3連戦をまとめるっていうところで、1、2戦目が厚めになると3戦目がちょっと短くなるっていうね。皆さんからしたらね、もっと見とくとこあったやろって思うところはあるかもしれないですけども、まあ、さすがに的にはこの用紙の中で収めるっていうところでですね。で、あと僕がね、個人的に気になったっていうところで、まあ、皆さんとね、同じ視点じゃない可能性もあるし、見てるとことね、気になることっていうのは違うと思うんで、皆さんが思ってるとこと違うことも多々ありますけども、そこはですね、里崎式チェックの仕方っていうところもありますし、この1枚でなんとかっていうところもあるんでですね、まあ、そこら辺はね、ご了承いただいて見てもらいたいなと思います。まあ、結果ね、ロッテ、西武のね、2勝1敗のね、勝ち越しっていうところにね、なりましたね。今日、ロッテが負けてたらね、B クラスになってたんでよかったですね。はい。さあ、続いてオリックス対楽天ね。27日5対5の引き分け。で、28日0対0の引き分け。で、3戦目がなかったんで、2引き分けっていうところでね、終わりました。ちょっと今回はね、21日の試合集めに言いたいんで、まずね、28日の試合言います。28日ね、もうこれもう少ないです。言うこと。オリックス山本、楽天則本、ガーツ。もう、言うことない。いいピッチングすぎて、こういうのはね、語ることもない。で、語れるべきこともない。ね。まあ、ヒットもね、小深田1本、大谷2本と、楽天は3本ね、その中大谷2本、ゴーツ。ね。で、オリックスはね、吉田1本、で、紅林1本とね。で、まあ、強いて言ったら、ね、楽天をね、1回表、で、オリックスはね、9回裏、チャンスあったかなと。強いて言ったらね、でも、もう、どうしようもないよ。すごいピッチングしてたよ。あんな簡単に打てない。両者、5ピッチングね。勝ちつけてあげたかったですけど、まあ、痛み分けで引き分けっていうところでね、まあ、良かったんじゃないのかなと。そして、21日ね、5対5の引き分けっていうところで、まあ、もう最後はね、ここだけ集めに行きます。すべてが詰まった9回っていうところでね、まあ、オリックスはね、守護神がいないっていう中ね、チームとしてはきついかなと、まあ、平野が怪我出したりね、ヒギンス不調、で、ディクソンがね、来日未定っていうところでね、このやっぱ後ろがいないっていうところがね、非常に、まあ、きつい、やりくりもね、厳しいかなっていうところもあります。で、まあ、ケイ・スズキがね、9回出てきて、先頭辰巳にね、コントロールつかずフォアボール、バーンと。先頭フォアボール、ダメだよ。西武の伊藤くんもそうだったけども、いきなり。で、ノーアウト一塁でね、岡島、サードね、山足、セカンドへ、ちょっと、それて、で、王将がね、なんとか足っていうところで、まあ、セーフになったけど、まずね、まず言わなきゃいけないのは、山足、バーッと。あ、なんでそれたの？普通のサードゴロよ。ダブルプレーで終わってたらちゃんと投げてればね。で、こっからよ、大城のね、足が外れたと。セーフと。リクエストですと。ってなった時に、カメラが、このね、リクエストの精度っていうのは、リクエストが出て、で、映像で元のコールを、変える場合は、その変えるに足りる確固たる映像がなかったら変わらないのね。そう考えると、大城のやつは、どの角度から見ても、足がベースについてるかどうかの映像がほぼないんですよ。で、しかも聞いたところによると、審判の方も僕らが見てる映像と一緒のやつを見てるらしいんですよ。だからあのカメラしかないんですよ。だからあれで踏んだかどうか、指、
足のつま先がついてたかどうか正直わからないし、あの審判の位置から縦位置になって足がベースについてるか、あの横のラインは見えてないね。正直見えてないから、踏んでるか踏んでないかで、見えてなかったら踏んでないになるのよ。確固たる踏んでるっていう行為がなかった場合ね。でそれで、セーフね。でリクエストしてビデオ判定した結果、何回映像を見ても大城の足がベースについてるかどうかの映像がないのよ。だから結局リクエストね変えらないのよね。で続いてピッチャー交代ね、山田でノーアウト1、2塁ね。で代打茂木、フォアボール、まあ、最後ハーフスイングね止まる。これで横亀で見たかったね。振ってそうだった、結構出てた。でも横亀がね映してくれなかったのよ、映像探しても。だからね、あのノースイングで歩いたけども、俺は振ってたんちゃうかって思う。だから横亀見たかったね。でも確固たる映像がないから俺も何とも言えない、振ってそうとしか言えない。でも横亀欲しかった。でノーアウト満塁になって小深田ね、サードゴロで山足はベース踏んだと。でホームに投げてタッチと、オッケーダブルプレイヤーってなったところで、三塁審判がセーフと、ベース踏んでないよっつって、踏んでない踏んでないっつってた。でリクエストで、こっからです。さっきと同じです、ビデオの映像来ます。踏んでるところが映ってないのよ。でしかも三塁塁審からまた縦位置になって、ベースのこ、だから家はそっちから言えばここだね、ここを踏んでるわけよ。カメラの向こうから言えばここを踏んでるわけ。ここ今指先見えないでしょ皆さんから。それと同じように審判も見えてないのよ。でさっき言ったように踏んだっていう事実がなかったらセーフって言うよね。でビデオ判定よ、絶対踏んでる絵がないのよ、これで。またでそうなってくると、このリクエストの特性上判定変わらずセーフになるのよね。だから C で言ったら京セラのカメラの台数が多分少ないのよね。だからその映像がないっていうところがね。だからこの球場によってのカメラの台数とか、そのカメラワークとかでもう全然違ってくるんだけど、ないのよ。だから変わらないんだよね。でもここは選手としての心情です。踏んでなかったらホームに投げない絶対。つま先でも足先でも、もし足裏でも踏んだとか触ってるっていう事実は分かるね、さすがにプロ野球選手は。だからその確信があって山足は本塁投げたと思うね。でだからタッチタッチっていうのも、あのお客さんいないから聞こえてたね、よくね。そう考えるとよ、大城のはひょっとしたら踏んでないんちゃうかって俺は思う。でも山足のサードは心情的には絶対踏んでそう、踏んでなかったら投げないと思う。でもよ、この縦位置が見えないのと映像に残ってないっていう、もう不運でしかない。で審判としては見えてないから、じゃあ見える位置行けばいいじゃんって言っても、あの位置から動けないよね、セカンドもサードもね。で映像あるかと思ったら映像もない。だからもうアンラッキー。でも山足は踏んでると思う。あとはもうね、オリックスファンの皆さんがどう思うかっていうところでね、もし改善するとしたらやっぱカメラの台数を増やすしかない。でもお金がかかる、まあ、どうなるのかね。でも俺は山足は踏んでると思うっていうことだけ言っておきましょうね。でその後ね、鈴木大地センター前でね、島内、ツーベース同点グワッツ。楽天もねここら辺でしっかりね、その後センター前ツーベースと同点まで持っていくっていうところがね非常に良かったかなと。逆にオリックスはそこを抑えとけばっていうところでね、全部流れも含めてね追いつかれちゃったかなと。まああとはね、まあ8回裏ね、杉本一時逆転のホームラン、グワーツラオーねっていうところで非常に大きな一発。杉本ね、頑張り、徳島県民としては嬉しいです。しかし最後ね、楽天がしっかり追いついて、まあね引き分け。オリックスファンの皆さんはね気持ち揺らいでると思いますけども、佐々木の解説でどう思いましたか。さあ続いていきましょう。続いてセリーグ、中日対阪神、27日2対1で中日、28日6対1で中日、そして29日6対2で阪神、中日の2勝1敗の勝ち越しになりましたね。まあ、27日で2対1。まあ、阪神ね、佐藤くん、ルーキー、4月最多のホームラン、7号で5試合連続ヒット。グワーッと上がってきたね。ね。で、中日王のね、まあ、その佐藤のね、ホームラン1失点のみでね、他ピンチなし、素晴らしいという一言につきます。
8回表ね、サードエラー、近本ね、盗塁アウトね、この時も木下ね、ちょっと難しい捕球体勢でしたけども、肩も強いし、スローイングも完璧、グワーッとね、バッテリーの勝利っていうね、いうところでこのね、エラーの出塁選手もしっかり刺したっていうね、ピンチの目をね、キャッチャーも積むっていうところで、大野のね、好投を支えましたね。で、中日ね、まあそこまでね、チャンス多くなかったですけども、まあしっかりものにしたかなと、6回裏ね、根尾がね、ライト前、そして大野がね、バントできずね、三振。こういうところはもうね、しっかりバントしなきゃね。でもそのミスをね、大島がね、ライト前で根尾が三塁へ。で、京田がね、初球センターに犠牲フライ。まあこういったところね、きっちりその後ね、ポンポンポンって点取っていくっていうのは非常にね、いい流れでしたね。で、7回裏ね、ビシエドがライト前、高橋ライト前でね、ノーアウト一塁で、阿部がね、バント失敗。3から5でね、強い。もう強すぎなのよ、バント。トーンいったよ、トーンって。で、こういったところをね、勝ったからいいけども、エースが投げてて、まあ、大野の自分のバント、阿部のバント、こういったところをね、しっかりやっていかないと、こう逆転されるっていう可能性もね、十分にあるから、こういったところはね、バーッと、ね。で、その後ね、木下、勝ち越し、レフト前、グワーッと、ね。ワンボールノーストライクからね、スライダー、ほぼボール気味だったかなと、泳ぎながら、もうファーストストライクから打つような体勢じゃなかったですけども、まあね、前の動画での時も総チェックでも言いましたけど、いきなりね、初球のフォークね、引っ掛けてみたいな感じもありましたけど、まあこれが積極的なのかっていうね、このいい方向に転んだっていうところは、まあ木下はもうこういう選手なんだなっていうのを理解した上で、これから打席を見ていこうと思います。でもね、このヒット、グワーッと、ね。まあ、大野がね、素晴らしいピッチング、木下が盗塁さえしてね、勝ち越しだね、非常にいい戦いがバッテリーでできたんじゃないかなと。で、28日ね、6対1で中日の勝ちっていうところで、阪神青柳ね、6回94球、3安打7三振、1失球、2失点とね、まあ基本ね、もう青柳の投球分かってきた。ずっと見てて、真剣に。多分ね、相手打線関係なく、ほぼシンカーと、シンカー、スライダー、カットを永遠投げ続けるっていうパターン。渡辺俊介と一緒だね。もうシンカーと遅いスライダーか速いカットみたいな、もうどれ投げようかを相手のタイミングだけを考えてやるっていう、ずーっと見てても誰にも一緒だから、中日打線も選手によったらそのシンカーをちょっと狙ってんのかなっていうようなね感じに見えましたけども、でもその中でねしっかり絞らせてないっていうところはね、さすがかなというところがあります。で、中日ね、勝つの、まあ、前回同様ね、しかし前回よりねやっぱキャッチャー変わったんで、多少インコースのね、球は少なくなったなっていうところはありますけれども、一発使いでね、有効的な使い方をね、したかなと。まあ早めにね、インコース単発で使って、あとはね、外のスライダーフォークでね、勝負っていうところで、まあちょっとね、阪神打線ね、前回の登板とか勝野のヒーローインタビューのインコースうまく使えてっていうところをね、意識したのかどうかわかんないですけども、インコースの意識ちょっと強かったかなっていうようなね、ちょっと打席のタイミングにね、見えましたね。7回にね、3分の1で福が抑えて、俺はここ買いまたぎでよかったんじゃないのかなと、その後近本ね、糸原で続いていくんで、その前にね、1イニング投げてたら買いまたぎとは思えないんですけど、3分の1でね、代打糸井を打ち取ってね、買いまたぎでよかったんじゃないのかな。まあこれ結果論になるかもわかんないんだけども、まあその後ね、祖父江が行って、しかしね、ちょっとピンチを作って失点かさむけども、交代して又吉。又吉がビッグゴー。素晴らしいね。シュートをね、しっかり三塁投げ切って、ワンアウト一三塁からね、うわぁ、これも、やっちゃったなぁ、みたいなね、ここまでいい戦いだったのに、と思って見てましたけども、ダブルプレー、非常に良かったんじゃないかなと。セカンド阿部もね、ちょっと低い無理なね、体勢からね、ファーストへスローしたっていうね、ところも良かったですし、強打もちょっと流されながらもね、しっかり取って、セカンドへっていうね、あ、ちょっとダブルプレーどうだと思いましたけども、非常にいい処理がね、できたかなと。又吉のね、後藤と、強打阿部のね、グッドダブルプレーですね。で、あとね、今日守備良かったなって思うのがね、佐藤選手がね、ショートゴロ打った時も、反転しながらね、スローで、ちょっとアクロバティックなね、スローイングもしましたし、そういったところもね、非常に助けたんじゃないのかなと。まあ、阪神をね、ちょっと7回、8回でね、仕留めきれずっていうところがね、ちょっと勝ちきれなかったかなっていうところね、そこ仕留めかきれたかったなっていうね。で、8回はね、福田、代打でホームラン、グワーッと。その後ね、ビシエドのスリーラン。まあ、これね、ピッチャー岩佐のね、アウトローにね、しっかり投げてるんで、もうあれをライトに打たれたら仕方ないね。だからもう岩佐を攻めることはできないね。あれはもう打ったビシエドがね、すごいっていうね。で、そこはね、パンパンパンってね、8回抑えたことによって裏取ってね、結局は6対1になったと。で、今日のね、28日からね、ガーバ出場してね、センター前打ちましたけど、まあ、フォームも癖なくね、なんか良さそうかなっていうね、タイミングさえ合ってくれば、っていうところはね、ちょっと見えましたね。で、今日の試合、29日ね、2対6で阪神の勝ちっていうところで、阪神ね、チェン、初登板、6回5安打、4四球、4三振、無四球、1失点っていうところで、日本球界復活、初勝利っていうところで、え?初勝利なんと思って。
去年ロッテで勝ってなかったらしくて、全部なんか追いつかれたり同点だったりしたらしくて、8勝利ということでね、チェン、ゴッペチね。まあ、昨年同様ね、まっすぐツーシーム、ナックルカーブ、スライダー、チェンジアップと、ストライク先行でどんどん勝負できたっていうところがね、非常に良かったかなと。まあ、ロッテの時もね、見てましたけど、どんどんストライクゾーン投げて、自分有利なカウントにしてから勝負していくと。でね、あっという間にバッター追い込まれて、もしくは早打ちに行ってタイミングを外されて打ち取るっていうところがね、メインのピッチング、まあ、今年もしっかりできてるんじゃないのかなと。フォームもね、この腕っていうところが非常に見づらくね、バッターも早く見えてタイミングがね、ちょっと取りづらいんじゃないのかなっていうようなね、打席に、見えましたね。で、中日ね、7回裏、ピッチャー小林ね、ビシエド、ショートのエラー、ね、中野エラー、バッとね、で、高橋レフト前、で、福留ね、フォアボール、で、木下ね、全球フォークで4球目、6-4-3ダブルプレイ、ガーッでね、その後ネオ三振取って、1点のみ。あ、逆に中日はね、そこでガーン行きたかったね。そこで一気にカーンってまくっとけば、逆転のね、可能性もあったけども、その時点でね、まあ4対1っていうところでね、ガーンって行きたかったところ、このね、全球フォーク良かったですね。で、最後ね、ダブルプレー取った小林。まあ、ピンチはね、ちょっとエラーで作りましたけども、非常にいいピッチングだったから、ガーッと。ね。で、結果ね、6対2、勝ち越し。でも、チェーンはね、アルカンタラ、ガンケル、ピッチャースワレス、エドワーズ、で、ロハス、マルテ、サンズというね、この外国人がいる中で、まあ、どういう風なね、気温になる。まあ、タイガースもね、嬉しい悲鳴ですね。まあ、そういったところね、この使い方っていうのもね、監督の手腕に、が生きるところなのかなっていうところをね、まあ、楽しみながら見たいなっていうところで、ちょっとね、もうちょっと解説したかったんですけど、阪神もですね、この下がもうちょっとこんだけしかなくてですね、書くとこなくて、ちょっと言うとこが少なかったですけども、中日のね、2勝1敗、勝ち越しのゲームでした。続いて、ヤクルト対巨人、27日11対14、巨人、そして28日3対7で、巨人の2連勝という形になりましたね。まあ、27日ね、もう語ることほぼないんですけど、まあ、ホームランがね、両チームで7本と、乱打戦でしたが、ミスが目立つっていうね。まあ、ヤクルトは初回ね、2アウト満塁で、バッター若林、サード、村上ね、ファンブルって大きく弾いてね、1失点が3失点になったっていうところで、空いたところもね、しっかりアウトにしとけば、ここまでっていうところはね、ちょっと出花がね、うまくいかなかったかなっていうところで、あのファンブルにバーッと。ね。で、巨人、2回裏、ワンアウト1塁でね、バッター元山、ね、畑ワイルドピッチ、これ大城止めれましたね、バーッと。ね。で、結局ね、そこから3失点と。で、元山ね、その後、ライト、スリーベースね。梶谷、ワンバウンド万歳ね。あれ、シングルで止めれてたはず。ね。それを三塁まで行かれたっていうところで、バーッと。ね。で、ヤクルト、ワンアウト三塁ね。田口、セーフティースクイズ、ガーッと。ね。三塁ランナー、モデルもね、スライディングも、ガーッと。非常に良かったんじゃないのかなと。これもね、三塁まで行けてるのも、その万歳があったからだからね。で、ヤクルト、4回表ね、ノーアウト二塁。キャッチャー中村、パスボール。バーッと。パスボール、ダメよー。で、その後ね、丸三振。で、岡本ね、ライトへのツーベースで1打点っていうね、こう気持ちが楽になっちゃったかなと。で、巨人ね、7回表、ノーアウト1、3塁、ウィーラーね、ダイソーの重信盗塁、グワーッと。いきなり盗塁して、で、その後にウィーラーがね、ライトへ2点タイムリー、グワーッと。こういうね、足も絡めた速攻っていうのも非常に良かったかなと。で、ヤクルトはね、8回裏、サンタナライト前ヒット。で、ダイソー塩見、初球盗塁、グワーッと。で、その後ね、ノーアウト2塁から、元山はね、スリーバンド失敗、バーッと、無得点。ここで、バンド成功してたら、俺はね、ヤクルト勝ってたと思う。このね、元山のバンド失敗がね、このヤクルトが負けて一番のキーポイントだったんじゃないのかなっていうね、読み解きます。ちなみにこの27日ね、フジテレビさんで、ザキヤマさんと副音声で、好き勝手、試合開始前から試合終了まで喋らせていただきました。フジテレビさんのね、YouTube のアーカイブになるんで、もしね、お暇な方は聞いてみてください。まあしかしね、そのミスしたね、選手がホームランを打つっていう非常に素晴らしいね、挽回もあったかなと、村上ね、梶谷、大城っていうところでね、そういったミスをね、そのままにせず、その後しっかりね、バットで返すっていうのは、ガーッと、ね、非常に良かったんじゃないのかなと。で、ウィーラーがね、途中出場で、4打数4安打3打1ホーマー、ガーッと、ビッグガーッと。ね、だから、怪我ね、ありましたけども、アキレス腱断裂っていうところで、非常に、まあ、今季はちょっと難しいかもわかんないですけども、まあ、いろいろ調べるとですね、やっぱりこのアスリートでもずっと動いてなくて、いきなり動き出すと、そこが緩んでて、パチって切れるっていうことがね、多々あるっていうところで、来日が遅れた選手っていうのはね、やっぱり早く出たい、チームも早く出したいっていうところでね、無理して調整をね、急ピッチにしてっていうところでね、やっぱり怪我が増えてくる可能性は十分ありますよね。まあ、楽天のディクソン、
違う、カスティーヨか、もう脇腹をねやって多分2ヶ月ぐらいになるっていうところもありますし、昨年もね緊急事態宣言で開幕が延びていきなり開幕してね、肉離れっていうところは非常に多かったと思うんで、そのね今新外国人選手がどんどん一軍に行きますけども、来日したばかりの選手ね、来ますけども、そういったところもちょっとケアしながらベンチは使わないと一気にバチッっていうところもね十分考えられるんで、そこは用心してねマネジメントしてほしいなと思いますね。そして28日7対3の巨人というところで、巨人ね高橋5勝目ガーッね、まあ、左右関係なくね、インコースのストレートをしっかり使えるっていうところもいいし、左右関係なくスクリューもね、使ってるっていうところで、投球のね、幅が出てるんじゃないのかなと思いますね。その中でね、やっぱりバッターは意識する球がね、多くなれば多くなるほど、なかなか対応しづらくなるし、まあ、中日戦のようにね、スクリューが悪かっても、その他の球もまんべんなく使えるというところで、調子が悪い中、しっかり投球できる。で、大城もね、それを含んだリード、修正しやすいっていうところがね、まあ今年ね、この5勝目につながってるんじゃないのかなと思います。まあヤクルトはね、スワレス、フォアボールも少なくね、持ち味のどんどん投げ込んでいくスタイルっていうところでね、まあこうやってね、その中で対応されると、こういう打たれる時もありますけど、まあこれは仕方ないね。もう正直それがスタイルだからね、フォアボールで崩れるっていうところがスワレスがね、一番ダメなところで考えれば、まあこういったところでね、打ち込まれるっていうのも逆にスタイルなんで、こういう時もあるかなっていうところはね、あります。初回ね、1失点後ね、ワンアウト1・3塁で岡本のね、セカンドゴロ、山田哲人ね、ジャックルしてダブルプレー取れずっていうところでね、さらに1点を取られたっていうところね、バーッとね、ああいうとこはそつなくこなしたいなっていうね、しかも普通にダブルプレーね、取れた打球だったんでね、まあ、テームズのね、怪我っていうところがありましたけどね、ウィーラーがね、絶好調。っていうところで、まあ全員集合でね、丸ホームラン、スモークホームランね、で岡本は復調してきたっていうところで、巨人のちょっとこっからのね、上り調子、まあ選手がいない中ね、阪神と1ゲーム差ぐらいかな、までで収まってるっていうところで、こっからね、どういう戦いになってくるのか、非常にね、巨人は面白いかなと思います。逆にね、ヤクルトもね、オスナ、サンタナっていう外国人選手があって、やっぱり打線のね、破壊力は一気に上がって、途中から行く選手もね、それまでに出てて活躍した選手が行くんでね、ベンチの厚みっていうのを増したんで、投手陣さえね、うまく先発がうまく回れば、面白い戦いがね、できると思うんで、ヤクルトのね、ゴールデンウィークの戦いも、ちょっと見逃せないですね。じゃあ最後に、広島対 DeNA ね、27日10対1で広島、28日13対2で DeNA、29日5対3で DeNA、DeNA の2勝1敗で勝ち越し、6カードぶりかな、DeNA 勝ち越しっていうね、試合になりました。27日はね、広島3回ぐらい一気に7点でね、試合決めるっていうところで、森下は非常にいいピッチングで、この7点があればもう楽々ですっていうのはね、戦い見えましたね。まあ3回裏にね、センター前タイムリー打って、5回裏はね、無視二塁でしっかりバントを決めると、打席でも完璧、ピッチングでも完璧、顔はいい、グワーッと。ね。素晴らしいピッチングだったかな。逆に DeNA ね、大貫、2回3分の2ね、11安打、2三振、1四球、7失点ね。打線は佐野のホームラン含む3安打。じゃあ無理です。ね。まあ完璧に広島がのね、戦い。正直その中で見ていくとこもずーっと打ってるとこ見てました。広島の。あとずーっと打たない DeNA 打線と森下のピッチング見てました。ね。で、28日。次は、話が逆転します。13対2で DeNA の勝ちっていうところで、まあ、俺はここキーポイントだったかなって思うところが、2回表、2アウトで、から宮崎レフト前、外が2ベース打って、2アウト2、3塁で、8番峯井が逆転のタイムリー2ベース打つんだけども、敬遠じゃないの、ここ。普通に考えてよ。俺は敬遠でしょうと思って見てたら、勝負に行って、勝負行くんだって言って、さすがに峯井でもピッチャーの方が打たないでしょうっていう。で、結局打って逆転されて、そこはドドーっていかれるじゃん。俺はあそこの選択、ベンチの選択ミスだったと思うね。だから選択ミスにバーッと。これは結果論じゃないと思うんだよね。やっぱあそこはしっかり敬遠してピッチャーで、しかも0点に抑えとけばその後どうね、いい流れでいけたかもわかんないところ。あれはちょっとね、ベンチの戦略ミス。バーッと。ね。で、バッティングもね、チャンスは作っているけど、あと1本出ずっていうところで、5回裏ね、ワンアウトから初期ツーベース、鈴木レフト前、西川レフト前でね、1打点。で、相澤ね、5-4-3ダブルプレー、これ痛かった。でも DeNA、京山から平田に変えて交代、ぐわーっと、これが成功して、ぐわーっとダブルプレーで、ね、で、その後はもうパンパンパンって言って、13対2です、みたいな形でね、いい戦いが DeNA としてはね、できたかなと。で、今日の試合もね、5対3で DeNA の勝ちっていうところで、まあね、DeNA はね、まあ、外とオースティンが打ち出したらね、これはもう怖いよっていうね、でもしかしね、ピッチャー玉村ね、そんなに悪いようにはね、見えなかったですけどね。
この外のライトのホームランもね、あれをライトに打たれたらもう仕方ないし、オースティンのセンターのホームランもそんなにインコース甘い球じゃなかったんで、俺はもう次の登板もね、見てみたいなっていうような投球には見えましたけどね、打たれましたけどね。広島もね、攻撃としては初回ね、ワンアウト二塁からね、鈴木の、ショート内野安打の間に菊池がね、三塁に行くっていう好走塁ね、グッと。でその後ね、西川のセカンドゴロで1点取るっていうところで、そつない野球はね、まあ負けましたけどできてるかなと。でね、2は、で2回もね、西2塁からね、ショートのエラー、小園です。ね、外の打球、ね。打球早かったよ。確かに早かった。でも、体で止めよ。ね、そしてたら点取られてないよ。アウトにできなくても。で、結構パーンって後ろにやって、で、そのまま1失点でね、もう止めてればどうなってたかわかんないっていうところで、ああいうとこもちょっとね、子供はね、スローインも若干ちょっと浮いたりするところもあるし、守備がちょっと不安定だね。なんか怖い。見ててね。その反面よ、9回、オースティンのセカンドゴロ、田中菊池、ね、ファーストはセーフだったけど、あのアクロバティックなダブルプレー、ファーストもギリギリセーフよ。あの田中と菊池の、あれ、すごいね。逆に。あの動きできるんだね。ああいうのを見てると、子供ももっと練習してほしいなって思うわけよ。いいね。先輩の、野手がいるだけにね。非常にダブルプレー取れなかったけど超スーパープレーだったあれはね。でまあ7回裏ね、広島石原プロ初ヒットタイムリーライト前無視二塁二三塁からガーッと、いいキャッチャーいっぱいいるね。相澤、石原、坂倉、磯村、中村、もうキャッチャーフィーバーだね本当に。佐々木チャンネルで言われちゃうよ、トレード出した方がいい選手、あのキャッチャーって。どうせいても使われないから、他でチーム行ったらレギュラーだよっていうね。逆にすごいね。いろんなチームがキャッチャー困ってるチームも多い中で、ね、打てるっていうね。石原。グッと。DeNA はね、浜口。フォアボールゼロっていうところが非常に良かったなっていうところで、まあ甘めでもね、しっかり低めに投げ切れたなと。で、まあチェンジアップ、ストレート、スライダー、逆に生きたかなと。で、まあね、5回を持ってね、浜口もしっかりセンター前で打線でもしっかり打ってね。で、2アウトからオースティンフォアボール、佐野がね、センター前と、この5点目がね非常に大きかったかなと。この浜口から始まったっていうところで投打にわたる活躍、浜口グワーッとね、こっから一気にね登っていってもらいたいですね。でまあ DeNA やっぱりね、エスコバーがやっぱりなんかリリーフに入ったのは非常に大きいかなと。この日もね、7回に出てきて、まあ一三振とね非常にいいリリーフしたんで、このエスコバーのね、だからもうエスコバー外オースティンとこも外国人活躍しだったらね、 DeNA は上がり目になるんで、まあ今はね結構出遅れてますけども、交流戦でね一気にっていうところもあるんでね、まあここからのね巻き返しに期待したいなというところがあります。さあということで、なかなか下がりましたけど、金曜日全試合総チェック終わりました。ゴールデンウィーク入りますけどね、皆さんさらにプロ野球を楽しんでください。明日からねどうなるのかね、明日はDeNA 対ヤクルト、巨人対中日、阪神対広島、日本ハム対西武、楽天対ロッテ、オリックス対ソフトバンクっていうところで、楽天は涌井、マー君、早川ね、こうロッテがどう戦いするのかっていうのは非常に見ものだし、秋山、栗のコントロールいい選手対決、あと菅野がね、もうここから怒涛のように行くのか、中日はここ踏ん張りどころかなと。DeNA もね、やっと勝ち越して、これヤクルト戦ね、同じように勝ち越していけないっていうところで、まだ今日からのね、3連戦。非常に素晴らしい戦い待ってますので、皆さんもねぜひゴールデンウィークはプロ野球で楽しんでください。そして佐々木チャンネルを見てより野球に詳しくなってください。ということで皆さん今日はここまで。明日からのプロ野球も要チェック。